どうも柴です。今日は大阪の堺東駅に来てるんですけど、ここって飲み屋さんが結構あるんですよ、で飲んだら締めが欲しい。おお、そうやな。今日ラーメン屋さんは一般、ただ最近年寄りやからうどんが食べたい気分なんですよ。ほうほうほう。でその中で美味しいうどん屋さんがないのって調べたんですよ、ならですよ、いや知らんかったみたいな感じでめっちゃバカにされて、堺東といえばここやでっていうことで、堺うどん千早さん、ここのうどんがものすごく太くてコシがあるらしい。いやらしいなその言い方。けどオチがあって、結構待たされるでっていう情報なんで、ほうほうほう、ちょっとまあどういう意味なんかあんまり分からへんねんけど、行きましょう。行こうか。よし、ここすごい味のある店舗で行きましょう。はいはい、ということでやってまいりました。何にしようかなとりあえず飲んだ締めの手やろ。いや、食べたいもん食べるよ。ないやん。まだ閉まってないから、始まってもないし。そやな。だ締めの気分で頼むんかな、思う。こんな風にありましてですね。何が一番いい？やっぱかけうどんなんかな。一番左上にあるから。非常湯もあるの？聞いてみよう。一番の一押しって何ですか？うどんはね、鶏天ぶっかけが。あ、じゃあそれでお願いします。鶏天ぶっかけの、二玉プラスで。太麺でお願いします、はい、冷たい方で、はい、おーちゃんは鰭醤油の冷たいのでお願いします、はい、あ、すいません、はい、作ってるとこってもしよければとってもいけます。はい、わかりました。お願いします、はい、なんでとってたいや、オッケー言わなかったでしょ。いつもオッケー言うやんか監督裏側を取らない。有田地鶏のユッケ、ある言ってない、もう叩きでいいよ。今日はさっぱりしたいから。完全に酒飲みの当てになってるやんかもね。そうね、これには理由があるんですよ。はい、ね、まあ見てくださいこちら。ということでね、晩酌セットができました。やっぱり今から仕上げていくね。締めにうどんが来る前に、おーね、先にここでビールを飲んで仕上がってからうどんということで、これが有田地鶏のたたき。これ550円、安ない？結構なボリュームやで、めっちゃ美味しそう。肉厚やし。これ早速食べるわ。ポン酢につけて。これね、うまい。めちゃめちゃ美味しいよ。これね、歯ごたえもいいし、脂身のうまみもすごいねんけど、この炙ってくれてるやんか。ほうほうほう。これがまたいい香り出してるわ。塩でも食べてみようか。うん、居酒屋ですねここ。居酒屋さんですか。ほんまに美味しいからね。へえ、これは頼む価値がある。うまいな。仕上がってまうわ。だからなんでそのうどんを食べる前に仕上げなあかんの。なんでこう頼んだかっていうと、ここはねめっちゃうどんが届くの恐れやすいです。何ディスってんの。いや、ディスってないんですよ。そう言われたんです。うどん投入してから30分茹でるからな。うそだから、あの絶対あの当てを頼んで、マットパンと永遠に携帯ポチポチすることなんでって言われた。あ、そういうことおう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 。茹で置きしてないから。なるほど、で、刃物湯引き580円。そう、僕、梅肉派。ハモうまいって言い出したらもうおっさんらしいで。そうなん。なんでなんやな。ほら、まあ美味しいね。ハモの天ぷらもめっちゃ好き。で、湯引きはさ、こうなんていうの、皮のさ、このちょっと弾力を楽しめる。おお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 。これがいいね。ちょっで、僕の大好きなモンゴウイカの作り。おお。僕昔このモンゴウイカのことを肛門イカって呼んで。間違いすぎな。間違いすぎ。すごいなんかうまさが伝わってんもん。てっかてか。この歯ごたえと噛んでいったら、イカの旨味がこうふわーっと広がってくるやん。ほう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 。うまいな、イカって。肛門イカ？ちゃいますよ。ちゃいますよ。ガチで言うてたからね、僕。
お店でも注文するときに。いや、それはちょっとあれよ、イカの作りの。なるほどね、なるほど、社員にね。ここのイカの刺身めちゃめちゃうまいよ。ちょうちゃん、このたたき食べてみよう。感動するの。マジで。ちょっとたたき食べてみよう。これ、うん、めっちゃうまいね。塩やね。なにこれ、この炙った感がめっちゃうまい。うまい。一押しはこのやっぱこのささみやな。ささみじゃなくてごめん、あの鶏のたたきね。せやな、これこれがうまい。うわ、筋肉の筋がすごい。うん、柴田さんの腕も切ったらこんなんなってんのかな。なってるよ、霜降りになってる僕の場合は。なるほどね、うまい。すみません、生お願いします。はい、はい、おー、こっちに来た。めっちゃ綺麗やん、これ。なにこれ、人気ナンバーワンの鶏天ぶっかけ。おー、迫力すごいね。迫力すごい。これがね、あのぶっとくて茹でるとこが始まるから時間がかかるとか。ああ、そういうことね、うん、はいはいはい。うわ、綺麗やな、崩したくないって感じです。うわ、うまいね、めっちゃ美味しそう。おお、これはめちゃめちゃいい。どういうこと。これはうまいわ。このね、ツルッツルの麺、のど越し最高。でね、弾力がめっちゃある。ほう、けど弾力がくどくない。で、噛み締めるとこのだしとめっちゃいいコンビになる。天ぷら頼んだ方がいい。頼んだ方がいい。めっちゃ美味しい。この超あっさりやねんけど、うん、めちゃめちゃ柔らかくてめっちゃジューシー。これちょっとね、かつけて食べようか。もう塩で食うてもうまい、絶対。さっきの。これは言うわ、ここの天ぷら絶対全部うまい。いい、うん、そんなレベルないの。うまい、おいしい、うん、一回噛んだぐらいじゃ戻ってくるから。へえ、弾力で押し戻されて、うんうん、おおおおおお、ツルツルがもう最高。テンション上がるわ、一人で。おお、せやな。ぶっかけの出汁もめちゃめちゃうまいね。へえ。で、生姜がちょっとここにあってんけど、生姜が溶け込んで、めっちゃさっぱり。へえ、いいよいいよ。で、レモンも最後にいったら、さらにさっぱりやから。スイーツね。うん。うん、で、ボーちゃんが頼んだ非常湯です。これめっちゃ美しいな。めっちゃ綺麗これ。めちゃめちゃ美しいやん。うん、超芸術品。うわ、美味しそう。さあ、ボーちゃん苦しいぞ。それだけいったらここのうどんは。体全体を使って喉詰まる。弾力がありすぎて頬張りすぎた喉詰まる。けど喉詰まりそうな感じになってもトゥルトゥルやから。そうやね、入っていくね。そう、入っていくね、うん、自然と、うん、なんか妖怪みたい。なんかの妖怪。はい、嫌で二玉いってんだよね。うん、ペロッといける。いってるね、うん、全然知らんかった。なんかあのほんまのなんか昔ながらの定食屋さんかなと思ってた。めっちゃ幸せ。あ、僕リピートするお店ですね。ぜひともうどんがうまい、うんうん、真冬でも鶏天ぶっかけ食うわ。
こんなにレベル？うまい。夏はちゃんとあったかいのじゃないの？じゃあ冬。もう季節バグってるやん。バグってる。うどんの中で唯一苦手なうどんがある。うん。非常油。なんで？あれ、ね、トラウマみたいになってる。まあ学生時代貧乏や。だからお金がないと。だから行数で。こんなうどん100円で売ってると、うんうん、冷凍のやつ、うん、うどん国の人はそこに醤油かけて食うと、おうおうおう、うまいと、うん、やりました、うん、全然美味しくなかったよ。醤油が悪いわけだ。だし醤油やんかけてんな。ガチなあのキッコーマンかけてからさ、普通のね、濃い口とかね。マジでさ、これはうまいんかなとか思いつつ、うん、あのずっと食べてたんですけど、うん、やっぱりうどんはそれで僕すごい苦手になったの。20代はうどん一切来なかった。へえ。1ミリも食べない。それが年取るにつれてうどんが良くなってきたと。うどんうまいね。うどんうまいね。うどんのうまい店行ったら、うん、なんか概念変わるよね、うどんの。うん、それは分かる。うん、うん、でもな、レモン絞ってな、さっぱりね、さっぱりいこうか。レモンを入れることによってこう普通に首入れるで、うまいな。ということでごちそうさまでした。天ぷらめっちゃ美味しかった。天ぷらが美味しくて美味しくて美味しいですよね。美味しいです。それはもうさすがやわ。ごちそうさまでした。いや、やっぱうまい。だって従業員さんがプライベートで来るから。そうやね。もうこれはもううまいんです。天ぷらマジで食べてうまい。うどんもめちゃうまい。ただ昼時はちょっとやめた方がいいんちゃうか。なんで？時間かかる。ああ、昼休みがなくなる。みんなこれのために昼休み取ってんの。なるほどなるほど。あなたは寝るために昼休み取ってんでしょ。そうやね、やっぱりね、早くって寝る、それが運転手です。デブか。全てが重なって肉体が出来上がってるんです。デブは一日にしてならず。